デカブツを捕らえて一度痛い目に遭ってる。てめえはいらねえ。安心しろ化け物、仲間外れにはしねえよ。ごちそうさま。ベル君、ちょっとダンジョンに行ってきます。大丈夫です、すぐ帰ってきますから。こいつ手間取らせてくれたな。おいお前ら、チンタラしてないでこのビーブルどもを運べ。またどこぞの連中が嗅ぎ回ってるかもしれねえ。何をコソコソしてやがる。雲の糸、アリアドネの道しるべってが。させねえよ。ああ、こいつはダメだ。
懐に入れると火事になるかもしれねえ。ここで始末しろ。なあディックス、ああどうせ殺しちまうんだったらその前に楽しんでもいいか。好きにしろ。俺が一番だ。じゃあ次は俺。バーカ、俺だ。おとなしくしろよ。たまんねえ。溶けてやがる。何やってんだお前ら。このバケモノが。貴様らにこの身を恥ずかしめることなど許さない。この体も死でさえも渡すものか。自分でくたばりやがった。そうだよな、自分を好きにしていいのは自分だけだ。化け物のくせに気が合うじゃねえかよ。行くぞ。気を使って迷わないでくれ。倒すことはできる。でももう今まで通りには。普通のモンスターとフィーネやリドさんたちゼノスは違う。確かにモンスターは人を殺す。だからってモンスターを殺していいんだろうか。お金を稼ぐために、憧れに追いつくために。ん、アイズさん、何かあったのかフェルズ。いや、監視を続けているが、やはり例のハンターたち、イケロスファミリアがバベルを出入りしている様子はない。未だダンジョンに留まっているか、あるいは我々がかねてから懸念していた通り、バベル以外にダンジョンの出入り口が存在するか。ゼノスたちは今どうなっている。予定通り隠れ里に移動しているところだ。まだ到着したという報告は。どうした。リードに渡した水晶の反応が途絶えた。何しやがるクロス、どうして水晶を壊した。これじゃフェルズたちと連絡が。フェルズの話に耳を貸す必要などない。やることなど決まっているだろう。落ち着けクロス。私は全て見た、全て聞かされた。人間どもの所業を、ラーニェたちの死に様を。もうフェルズたちの助けなどいらない。邪魔もさせん。我々の手で決着をつける。報復だ。ラーニェたちの仇を討ち、同胞を取り返す。
人間どもに報いを受けさせてやる。おい、奴らは殺す。邪魔をする者も同じだ。皆殺しにしてやる。俺っちたちがこれまでやってきたことを全部台無しにするつもりかよ。死んでいったみんなの夢を。冒険者が、人間がみんな悪い奴ばかりじゃねえよ。ベルッチたちみたいな奴だっている。だから何度裏切られれば気が済む。あの小僧だって同じだ。いつか我々を見放す。人とモンスターは共生などできない。いい加減気づけ、リド。必ず同胞を取り返す。ラーニェが残した石は無駄にしない。ダメだ、リド、もう止まらない。すまね、フェルス、ベルッチ、レイ、レッド、俺っちと一緒に来い。クロスたちを追う。はい、わかりました。アルルはあいつを迎えに行け。もう合流する予定だった里に着いてるはずだ。キュッ、行くぞ。ファルガ、現れた。イケロスの連中だ。ボルセン、モンスターが騒いでて、何かおかしい。あれは、あのすみません、時間をいただいて。アイズさんはモンスターに何か生きる理由があったとしたら、僕たちと変わらない感情を持っているとしたら、どうしますか？私はモンスターが危害を加えてくるなら、モンスターのせいで誰かが泣くのなら、私はモンスターを殺す。僕は、緊急警報、緊急警報。オラリオンに所属する全ファミリアはギルドの指示下に入ってください。ギルドはミッションを発令します。襲われ壊滅。冒険者はこれより総力を上げ、リビランを襲ったモンスターの討伐を。了解しました。改めてギルドより通達、市民および冒険者のダンジョンへの侵入を禁止します。各ファミリアはホームで待機してください。モンスターが大移動。そんな、リドさん、いいね。おい、どういうことだ。ゼノスたちが町を襲ったっていうのか。わかりません。あれだけでは何も。万が一それが本当なら、ゼノスの皆様は、ウィーネ様たちはどうなってしまわれるのですか。リビラを壊滅させた危険なモンスターをオラリオが討伐しないという選択肢はありえません。何かしら決着がつけられるでしょう。神ウラノス、なぜあのような命令を。落ち着け、ロイマン。しかしこのままモンスターの進行を許せば、我々ギルドの権威が。これが本当に地上進出を目指しているなら、すでにバベルを突破しているはずだ。何より私の祈祷は破られていない。確かに複数のファミリアによる任務遂行は余計な混乱を招く。討伐隊はガネーシャファミリアに一任させろ。かしこまりました。他の指示も追って出す。行け。はは、参ったな。ああ、
ことを荒立てる前に事態を解明し収束させるのが理想だったのだが、うん、フェルズ、使い魔を用意しろ。それでは。ミッションに参加する者は我々に組する者で厳選する。お前も同行しろ。そしてベルクラネルをミッションに組み込め。ウラノス、それは。ここで見極める。あの少年を、ゼノスたちの手を取ったというたった一人の冒険者を。状況に流されるだけの子供か、神に踊らされる人形か、あるいは。どうなってんだ。リビラは殲滅だ。モンスターこっちに来てるか。やつら強え。レイナさん。あ、ベル君。教えてください、リビラを襲ったモンスターっていうのは。逃げてきた人たちの話だと、武器や防具を装備してたって。凶暴なガーゴイルに引き入られていたそうだけど、種族もバラバラみたいで、ギルドはガネーシャファミリアに討伐隊を一任する方向で動いているみたい。他のファミリアにも要請があるかもしれないから、ベル君はホームで待機していて。待って、エイナ。え、呼び出しって、ウラノス様がベル君を。待機だ。ふざけんな。ガネーシャの連中に任せ必要がどこにある。突然のミッション変更といい、どうも不自然だな。まあ何にせよ、このまま終わることはないと思うよ、きっと。勘だけどね。ふん。蚊帳の外に置かれとるんがちょっと気に食わんけど、うちもフィンに賛成や。続くやろこれ、オラリオを振り回してな。ウラヌスも後ろめたいことがあるようね。よほど私たちを遠ざけたいみたい。しくじったのか、ディックス。面白いことになってきちまったな。ベル君が戻ってない。はい、ダンジョンに行かれたまま。ダンジョンはもう封鎖されてる。バベルにいた僕たちまで避難させられてしまった。なのに一体どこへ。ヘスティア様、これをギルドからです。緊急時に備え予備戦力として、つまり現状維持ということです。地上でただ待っていろと。ベル君を18階層の討伐隊に組み込む。何を考えているんだ、ウラノス。時間がない。そのまま聞いてくれ、ベル・クラネル。避難した冒険者たちの証言から推察する限り、ゼノスたちはリビラを襲った後、18階層から動いていない。おそらくそこに彼らを突き動かした原因が、今なおとどめる何かがある。しかしそれが何かはこの目で確かめるしかない。でもどうやって18階層へ。我々は君を討伐隊に潜入させ、ダンジョンへ送り込む算段をつけた。言ってくれるか、ベル・クラネル。僕からもお願いします、行かせてください。行かなくちゃ。フィーネのところに。ベル君を巻き込むとは、やってくれたな、ウラノス。意外です。いつものように試練だなんだと、喜んでベルクラネルをけしかけるのかと。今回ばかりは話が違う。一歩間違えば破滅だぜ。ファルガーたちの容体は。なんとか一命は取り留めました。アスフィーはガネーシャのところとは別行動で18階層に向かえ、できる限り情報を集めてくるんだ。ヘルメス様は。俺も行くところがある。ベル君が心配だ。アイシャも呼び出せ。クラネルさんが討伐隊に。ああ、暴走したモンスターどもがリビラを全滅させた後、18階層にとどまっているらしくてね。
どうしてそれを私に。これは私のおせっかい。あんたはベルクラネルを気に入っているようだから言うけど、あの坊やはヤバい橋を渡らされる。しかしあなたがなぜそれを。私がコンバージョンした先がヘルメスファミリアだからさ。どうしてあの派閥に。いろいろあってね。ま、互いの利害の一致ってやつさ。それであなたも18階層に向かうのですか。なるほど、やはりただのミッションではないということですか。ああ、今回の件にはイケロスファミリアが関わっているらしい。イケロスファミリア。闇派閥イビルスと関係があるって噂の連中さ。イビルス。わかりました、私も行かせてもらいます。デックス、武装したモンスターにリビラが攻め込まれたって。外はすげえ騒ぎになってやがる。武装したモンスター。おいおい、本当かよ。そりゃ俺たちの獲物が自分から攻め込んできたってことじゃねえか。主神様も帰ってこねえし、さてどうするかな。いいか、モンスターたちにはテイムを施す。殺さず生け捕りにしろ。アネジャ、いいのか。私たちの主はガネーシャだ。彼を信じ彼についていく。違うかイルタ。出発する。次回、クノッソス。